ゴルフクラブを握るより女子の手を握りたい、勝也です。今日はですね、また前回トラックマンで動画を撮ったんですけども、同じ練習場の古谷ゴルフガーデンさんで、2つのドライバーの打ち比べをしてきました。で、2つのドライバーが何かっていうと、僕がまあいつも使っている M2 ですね。 M2 で、このドライバーのスペックは、シャフトが、黒影の、黒影の FlexX の、77X ですね。結構重くて硬いドライバーになってます。で、これ以前 あのトラックマンの動画を見たら分かるんですけど、各クラブの平均飛距離を調べているので、そこでドライバーの平均飛距離も見れると思います。確か260ちょっとくらいだったかな。でもう一本打ち比べしたのが、僕がこの1個前に上げた動画、あの清さんが出てくれた動画があるんですけど、清さんのあの龍馬のあのクラブ全般的にめっちゃ飛んだんすよ。で、俺のお父さんが龍馬のドライバー使ってて、それがこれですね、龍馬のマキシマの、タイプが D ってやつなんですけど、清さんが持ってるドライバーがあの 高反発のドライバーなんですけど、これは高反発ではなくてマキシマムのタイプ D っていうので、シャフトが46インチありますね。で、フレックスが、これちょっと面白いんですけど、これはあのグラファイトと龍馬がコラボで作っているシャフトで、ビヨンドパワープラスっていう名前のシャフトなんですけど、このフレックスのところを見てもらうと分かるんですけど、あの無限のマークがついてるんですよ。でこれ清さんに聞いてみたら、なんかあのヘッドスピードが30から50までの間の人なら誰にでも合うっていうシャフトらしいので、であのどんな感じのシャフトかっていうと、結構柔らかいんですよね。結構柔らかくて、ちょっと待ってくださいね、しなり分かりますかね、かなりしなりますよね。で黒影でやってみると、しなりが全然ないのが分かりますかね。でこの2つのドライバーをフレアガーデンゴルフさんで昨日の夜に動画撮ったので、ちょっとぜひ見てみてください。